タピオカの歴史をちょっと振り返っていきたいと思います。はい、今流行ってるタピオカなんですが、これ第3次ブームなんですね。はい、第1次がまず1992年です。お菓子の歴史研究家の猫井さんに伺いました。はい、この時はですね、まだ色ついてませんでした。そうそう、白くてこう BB 弾ぐらいの、ね、大きさの白い粒でぐらいの、ね、大きさとしてはね、BB 弾か、はい、で味がなくてココナッツミルクにこう混ぜて食べるものだったんですね、はいはい、当時は。おじさんたちはタピオカと言われたらそれです。のりつぶさんはタピオカと言ったらこれを思い浮かべますか。もちろんそれ。なんかあの中華料理屋さんのデザートでは今でもいただきますよね。そうそうそう、食べるよね。だいたいあのタピオカ入りのココナッツミルクにする、杏仁豆腐にする、マンゴープリンにするっていう会話必ずある。ここにあんこが入ってたりとか、ね、そうですね。ですから当時はエスニック料理が流行っていたので、そのデザートとして出されていたものなんです。これが第一次。ただこの時はですね、あのスイーツ戦国時代と言われていました。ナタデココとかが出ていましたので、その陰に隠れてしまった。はい、ちょっと疲れていった。そうなんです。ただ第2次が来ます。2008年です。さあ、この時これ写真比べれば分かるんですが、スプーンで食べるものからストローで飲むものに変わるんですね。確かに。はい、そしてこのタピオカ自体も変わります。黒くて大きな粒、色がつきました。色がついたというのも、黒糖で甘く味付けがされていて、ミルクティーとして飲み物として流行ったんですね。でこれ当時台湾の専門店が九州に上陸して、それが全国に広がったんですね。ですからこのタピオカというのは第1次と第2次で、あの日本の中で発展したのではなくて、こちらはこれ主に東アジアを中心に入ってきたもの、こちらは台湾から日本に入ってきたもの、ちょっとルーツが違うんですね。皆さん今前にありますから、ぜひ食べてみてください。全く別物ですよね。はい、違うものになってこっちにしよう。あれですね、これタピオカ食べること今時の女子はタピルって言うんですね。タピルって言うんですね。でもついついタピっちゃいます。どうしてもね、粒が大きいのよ、おじさんたちには。この今のやつは、はい、このね、今のいわゆる今飲んでいる第2次のこのタピオカドリンクの方がちょっとこう歯ごたえありますよね。ありますね。タピオカにね、すごい飲み応えがありますよね。はい、さあこの第3次は今度見ていきましょうか。去年頃から第3次のピークが来たわけなんですが、こちらは主にタピオカ自体は変わっていませんが、ただ背景が変わってるんですね。 LCC の台頭などから台湾に行きやすくなる台湾ブームがさらに流行ったと。加速したと。はい、飛行機の LCC。 はい、 LCC ですから台湾に行きやすくなって本場のタピオカが流行り始めた。そしてSNS 映えですね。映える、うん、これ写真撮ったら映えますよね、うん、はい、ということで若者の間で、まあ、人気を博しているということで、うん、第3次タピオカブームが来ているということで、これ今後も、ね、また発展しそうですから、タピオカまだまだ目が離せなさそうです。